いどうも鬼でーす、こちらに映ってるもの皆さんもうなんだかわかりますよね。これはね、ユムシです。ユムシほらうねうね動いてますね。よく見てください。じっくり見てください。うねうね動いております。なんかすごい不気味な形をしてますよね。不気味な形をして不気味な動きをしてますね。ユムシってミミズとかヒルとかゴカイとかと同じ関係動物っていうグループに属してまして、まあ要はね、これミミズとかゴカイとかヒルに近い仲間なんですよ。ユムシも釣り餌として売られてることがありまして、釣り具屋さん行くとね、たまにね、生きたままユムシが売られてます。ユムシがこれ結構高いんですよ。1匹100円とかしてね、釣り餌としてはなかなか高級な部類ですけれども、その代わり餌持ちがいいので化け物が、大物が釣れやすいんですよね。ほら見てください。うわー、すごい不気味な動きをしてますね。ユムシ餌にしたらね、いろんな化け物が釣れるんですけれども、ってことはですよ、これ化け物が好む餌ってことなんですよね。ですから今日はね、家で飼ってる化け物にこのユムシを与えてみようかなって思っちゃってね。このユムシ、これね、冷蔵庫で保存してるものなんですけど、ユムシの保存めちゃくちゃめんどくさいんですよ。毎日水変えてやらないといけなくて、毎日水変えてその上で冷蔵庫でね、冷やして保存しないといけなくて、まあ、ユムシちょっと何匹か釣りで使ったんですけど、あ、ちょっと残りはもう化け物に食べさせてしまおうかなって思っちゃって、まあまた必要になったら買えばいいだけですから。これ出して、ユムシを与える化け物はこれですね。この水槽の中に飼ってる生物、これワタリガニですね。ガザミとも言いますけれども、これスーパーの鮮魚コーナーで生きたまま売られてたのを買ってきたんですけどもね、つい先日一番後ろの足が取れてしまいました。自切しちゃったんですよね。どういうわけか、自切した足は脱皮したら再生してくるんですけど、そのためにはね、やっぱり栄養がいるんですね。今このカニは、このカニの名前味噌汁って言うんですけど、今味噌汁は大変栄養を欲している状態なんですね。ですからその栄養を欲している味噌汁にこの高級餌をね、もう惜しみなく与えていこうと思います。それでは早速投入します。さあ味噌汁餌だぞ。味噌汁が私に警戒して切れ散らかしてますね。まあいいや、構わず投入しましょう。さあ行くぞ。ほら、うわっ、うわっ、うわっ、さあ味噌汁、ユムシだぞ、ユムシだぞ、高級餌だぞ。味噌汁、お前の大好きはユムシだぞ。もしかしたら自然界でも食べてるかもしれません。ユムシはね、泥の中に生息してまして、でこのワタリガニも砂地や泥のところに生息してるんですよ。で泥の中に潜んでる生き物を捕まえて食べたりしてるんで、もしかしたらね、自然界でもユムシを食べてるかもしれません。ほらたらふく食え、いっぱいあるぞ。しっかり栄養をつけて、それでまた足再生させろよ。ほら動いとるぞ、ユムシが、ユムシがうねっとるぞ。いらんのか、いらないのか、いらないんでちゅか。ほらもう口のとこ来とる。ほらもう食ってくださいと言わんばかりね、もう口のところにいますよ、ユムシちゃんが。いらんのか、味噌汁、味噌汁、ユムシやぞ、ユムシだぞ、ユムシ。いらないのかな、ちょっと、まあね、なかなかすぐには食べないんですよ。人間を警戒してますからね、警戒心が取れた、解かれた後じゃないとね、食べないと思いますので、ちょっとしばらく置いておきましょう。カメラをね、設置して長回ししておこうかな。それでは監視カメラをオンにします。はい、よろしく。しばらくそっとしておいてあげましょう。はい、もう深夜になりましたけどね、どんな感じでしょうかね。夜になってからは赤いライトをつけてね、赤いライトだとカニさん警戒しないんで、赤いライトをつけてやってたんですけども、食べた形跡あるかや、ほとんど残ってる感じがするんですけどね。ちょっと残ってるやつ数えてみましょう。最初ね、19匹いたはずなんですよ。それが減ってるかどうかね、まず数えてみましょう。で減ってるようだったら、この監視カメラの映像を確認しましょう。いや、だいぶ水汚れたな。じゃあちょっと数えましょうか、残ってる子たちを。現在の生存者17匹ですね。1匹はね、食われた形跡があります。ほらボロボロになってますよね。食われた形跡がありますね。ってことはこれ食ってますね。よしよし、中を見てみましょう。これ内臓かな、ユムシの。
湯虫の内臓じゃねえのこれ。ほら、とんでもない。ちょっとこれ、うわ、湯虫の内臓だろこれ。うわ、やば。ちょっとこれは、これは除去しよう。ほら、これ食われてるんですよこれ。ほら、食いちぎられた形跡があります。ほら、これ完全食いちぎられてるよこれ。うわー、これは食ったなお前、食ったなお前。よしよしよし、ちょっと映像確認しましょう。あ、いった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 、一匹食われた。ほらほらほら、食われとる食われとる、がっつり食われとる。で、なんか湯虫がしぼんでいってますね。多分傷口から体液が漏れてしまってしぼんだんでしょうね。うわー、なんか絵面がえぐいな。しかも残った湯虫の動きがね、また気色悪いねんなこれ。うわー、これ32倍速でね、早回しにしてるんですけども、それでもね、結構な時間ずっとね咀嚼してるので、まあ硬くて食べにくいんでしょうか、結構時間かけてる感じですね。あ、でもだいぶ口の中に収まってきましたよ。もうすぐ完食できるかな。頑張れ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 、ほらほらほら、もうすぐ完食だ。頑張れ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 、おおお、入ったが、よし、完全に口の中に収まりましたね。よっしゃよっしゃ、完食完食。うわー、湯虫結構食べるのに時間かかるねんな。まあ硬そうやもんね、しょうがないね。でも完食してしまいました。あー、またやってるまたやってるまたやってる。暗くなってからね、また一匹餌食になりました。うわーほらほらほら、体液が出て、なんかさらに水が濁ってきましたね。体液で水が濁りました。ほら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 、またまたまた体液で水が濁った。うわー、映像を確認したところ、確かに2匹餌食になってました。がっつり食われてましたね。この水の濁りは湯虫の体液だったんですね。湯虫が捕食された時に傷口から体液が漏れ出て、それで水が濁ったんですね。これ味噌汁がしたうんちですね。もう湯虫が早速1匹分うんちになってしまってます。とんでもない状況。あの食べ残しはもう除去しましょうか。食べ残しとうんちは除去しましょう。じゃないと水汚れますからね。あぶねあぶねあぶね、やばいやばいやばい、よし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 、うわー、うんちはこまめに吸ってあげないとね、水がすぐ汚れちゃいますからね。うわー、とんでもないな。しかしでも湯虫ちゃんと食べるんですね。なんか食べにくそうにしてましたけどね、なんかコリコリしてて硬そうなんでね、多分ちょっと食べにくいんでしょうね。でもちゃんと完食してましたから、やっぱカニさんも湯虫食べられるんですね。多分今味噌汁は満腹ですよ。2匹目の湯虫をかじりかけで残してたってことは、もうそれでお腹いっぱいってことですからね、十分に栄養を取れたはずです。その栄養を使ってね、しっかり失った足をね回復してくれればなと思います。というわけで味噌汁の水槽に大量の湯虫をぶち込んだところ、2匹味噌汁に湯虫が食われてしまいました。そして味噌汁の自節してしまった足を再生するための糧になりましたね。残った湯虫はとりあえず冷蔵庫に入れて保管しておきます。